パラッツォ・ボーガーッチのキーストーン・ポーランドの境界にあるボールトのキーストーン・キーストーンはボールトまたはアーチの頂上部分にある建築要素。金目石、くさび石、セり持ち石などとも呼ぶ。キーストーンは頂上であることを示すと同時に周囲の建材が崩れないように示る役目を持つ。このため構造上も非常に重要である。アーチでは 一般にキーストーンはアーチを構成する他のセリーシよりも大きいが、これは見た目を考慮した意味もある。セリーシを一つでも取り去るとアーチは崩れるが、キーストーンについては必ずしもそうでないこともあるため、キーストーンはセリーシほど構造上の重要性はないとする意見もある。中世の建物に使われている古いキーストーンは、長年の振動によって装飾が壊れていることがあり、 この状態をボールドアーチと呼ぶ。ボールドでは、キーストーンはトレーサリーの交わる点を示す印の意味がある。16世紀のマニエリスムの建築家は、下のコレディッツ上の例のように、アーチを作る際にキーストーンを若干下に飛び出した形にしていた。この用語は、理論や組織など大きな構造を中心で支えている要素を指して、比喩的に使われることがある。すなわち、 それがないと構造全体が崩壊するという意味で使う。例えば群衆生態学ではキーストーン市という語がある。アメリカ合衆国のペンシルベニア州はかつてキーストーンステートと呼ばれていた。これは13植民地の商業及び政治の中心地だったためである。このためペンシルベニア州のロゴとして切り込み付きのキーストーンの形を使うことがある。例えば、 ペンシルバニア鉄道のロゴ、野球のリトルリーグのロゴ、ハインズのロゴがこのキーストーンの形状になっている。PRR の列車のナンバープレートも同様の形状をしており、現在もニューヨークからハリスバーグを結ぶアムトラックの列車にキーストーンサービスの名が付けられている。ペンシルベニア州の修道の標識も同じ形状が使われている。ありがとうございます。